旅人ファイモン、君たち二人の表情からして収穫はなかったようだね。雪山のいろんな場所を調べたり気にかけてみたりしたんだけど、お前に似たやつはいなかったぞ。それにお前を見たっていう話も聞かなかったな。ふん、驚くことじゃない。僕の方もあまり進展がなかった。向こうは僕たちの調査に気づき、大きな行動を取らないようにしている。しかし全く収穫がなかったわけじゃない。山の上の方で足跡を見つけた。一部は雪に覆われていたが、僕と似たような体型の人物が残したものだ。足跡の数は少ない。これから雪山で活動している冒険者を一人ずつ除外していかなくては。冒険者と話をするならオイラたちが手伝うぞ。早速今から。うわぁ、何の音だ。あっちの方からだ。まさかあの偽物が現れたのか。おう、行こう。石動かなかったか。なんか揺れたような。はあ、災難だったわ。またお前らかよ。確かにそうだね。私たちここを何日もぐるぐるしてるんだ。しかもさっきパラドに会ったんだ。あのうっかりパラド知ってるだろ。あいつ自分の運が悪いって言ってたから冒険者のサバイバル術を教えてやったんだけど、イベント参加のためにすぐに去って行ったわ。お前たちもしかしてあれからずっと麓の拠点にたどり着けてないのか。あはは、見ての通り。土砂崩れや落雪、斜面からの転落とか、たかだかそれくらいのことさ。人生の1ページに刻めるほどの経験だね。とにかく確かにまだ拠点にはたどり着けていないの。ここ数日本当についていないわ。なんだか不思議な力が私たちを邪魔しているような感じね。幸いジェラードには基礎的な体力トレーニングをやらせるため事前に彼を安全なエリアに送っておいたからよかったものの。ごめん、全部俺のせいだ。俺は運が悪くてそばにいるみんなにも伝染しちまうんだ。余計なトラブルや面倒をかけて本当にすまない。はぁ、なんて言えばいいかわからないが、これが運命の力ってやつなのかもな。しかも多分みんなが恐れるタイプの力だ。ああ、確かに。そうだぞ、お前のそれはもうとっくに慣れてるんだ。それにオイラたちも運がいいってわけじゃない。そうか、お前たちの方が俺よりよっぽど運がいいと思うけどな。なら、こうしよう。オイラの運気を少しお前に分けてやる。私のも分けてあげる。まあここ数日は私もあまり運が良くなかったけどね。みんなよし、みんなの運気があればきっと下山できる。うん、きっと大丈夫。宝探しのカラスマークで確かめてみよう。よし、裏目、俺の考えと真逆だ。それって運勢も占えるのか。なんで外れたのに喜んでるんだよ。表と裏があって半々の確率で当たりと外れがある。運気の本質は確率だ。つまり不幸な部分を使い果たせば残りの部分は全部運がいいってことになるだろ。例えばカラスマークの表裏を当てるのに失敗したってことは不幸を消耗したってことだ。そうすれば後に起こる物事はいいことになる確率が上がる。おい、こ
こいつの言ってることデタラメだよな。ちゃんと突っ込めよ。みんな、さっきカラスマークの表裏を外したから、今度こそ無事拠点に戻れると思うぜ。まさか。試してみよう。この道で間違いないんだな。あお尻が痛い。なんでこんなところに砕けた氷があるんだよ。実に不思議だ。まるで不幸の奇跡。私、普段こういうのは信じないけれど、ベネットは本当にすごいわね。アンバー、もし今後ベネットと組むような仕事をするとき、こんな状況にあっても軽率に動かないで私の支援を待ちなさい。わかった。そう言われると確かにちょっと疲れたかな。山道って歩くだけでも体力を消耗するんだよね。みんな疲れているのなら僕の拠点で休むといい。オイラも眠いぞ。あったかいスープを飲んでぐっすり眠りたい。急に眠くなってきた。このままだとアンバーが雪の上で寝てしまうわ。みんな急いで。下山する前にアルベドの拠点で少し休みましょう。ここだ。自由に座るといい。ふん。拠点に人数分の椅子がないことを忘れていた。少し待っててくれ。何してるんだ？絵を描いてるのか？お絵描きだ。椅子を描いているわ。待って、まさか描いた後に錬金術で実物にできるの？そんなことが可能なわけ？僕の絵は一種の設計図とみなすことができる。錬金術を使えば製造過程を省けるし、とても簡単な技術さ。数々の研究と実験をすれば、この技術を駆使して生物の創造をすることさえできる。椅子が作れるんなら背もたれ付きのやつをリクエストしてもいいか？問題ない。背もたれ付きの椅子が欲しいのは何人だい？俺。私も背もたれ付きの椅子でお願い。じゃあオイラも。だとしてもお前と長椅子を取り合いっこするよりマシだろ。はん。マジかよ、本当に椅子を作り出した。すごく便利だな。ここに住みたいくらいだ。その必要があるのなら今晩ここに泊まってくれても構わない。夕食にはまだ時間がある。みんな少し休むといい。僕はかまどの火を見てくる。アルベドにばかり任せちゃ悪いよ。私も手伝う。手伝わせて。もう少し待っていてくれ。夕食にはまだ準備が必要だ。もうほとんどできているよ。旅人、焚き木に火をつけた後、みんなを呼んできてくれ。よし、できた。これでほとんど完成したな。みんな、晩ご飯だぞ。モンド城で人気のメニューを数品作った。鹿狩りとは比べ物にならないが、空腹を満たすには十分だろう。遠慮せずに食べるといい。ふわぁ、いい香りだ。じゃあ遠慮なく。待って、その野菜炒め私にもちょっと残してって話を聞きなさい。うまかった。お腹いっぱいだぜ。アルベドってほんと謙虚だよな。どれもレストランに引けを取らない出来だったぞ。錬金術師って料理もうまいのか？そうなのかもしれないわね。だよな、オイラもそう思ってたんだ。ほら、フラスコを持つ時の手ってすごく安定してるだろ。
だから料理の時も塩とか胡椒のさじ加減が絶妙なんだと思うぜ。なるほど、確かに筋が通ってるね。腹いっぱいになったら眠くなってきたぜ。ベネット、座ったまま寝ちゃったの？きっと疲れてたんだね。眠っている時の姿勢も警戒を解いていない。やるわね。ぐっすり眠ってるな。寝言とか言ったりするのかな。うーん、親父、リンゴはいらねえって。俺は人参とお肉のハニーソテー、それと漁師トーストが食いたいんだ。人参とお肉のハニーソテー。アンバ、君の好きな料理だったわよね。そうだよ、私は鹿狩りの人参とお肉のハニーソテーが大好きなの。旅人、知ってた？私ね、エウルアと初めて会ったばかりの頃、いつもエウルアを鹿狩りに誘ってたの。そしたらサラさんがね、何も聞かなくても私たちの注文するメニューを作ってくれるようになったんだ。いつも同じものを注文するから全部覚えちゃったんだって。しかもサラさんたら、モンド城のみんなが私たちみたいな注文の仕方をしてくれたらいいのにって言ってた。そうすればみんなの好きなメニューを覚えるだけでいいから仕事が楽になるって、うん、いつも一緒にご飯を食べてるのか。仲良しなんだな。オイラもいつもこいつとご飯を食べてるし、そういうのが友情の証なのかもな。ただ一緒に食事をするだけのことよ。感情的な問題の説明にはならないわ。一度きりではなく何度も一緒に食事したのだろう。ならオイラ分かったぞ。エウルアって何か認めたくないとき、顎を上げるか両手を腰に当てるよな。みんな気づいてたんだ。エウルアの癖ってやっぱり分かりやすかったんだね。もう休憩時間なら自由行動に移ってもいいわよね。それじゃあ私は氷の湖に行ってくるから、これで失礼するわ。こんなに遅くに冷水風呂に行くの？待てよ。君はもう寝るんじゃなかったの？ここに残って休みなさい。やっぱりエウルアに付き合うよ。もう夜も遅いし、辺りだって暗いでしょ。道を探すのだって私の方がうまいから、一緒に行った方がいいって。冷水風呂、すごいな。こんなに大きな焼き肉。親父、俺はいいって。俺はもう冒険団の団長なんだ。ベネットのやつ、寝言が多いな。よし、これでオイラたちも自由時間だ。二人とも、絵を描く時間だ。何を描くか決めたかい？聞かなくても、きっと最高の仲間であるオイラだろうな。うん、だが場所を変えた方がいい。ここに残っていると、ベネットを邪魔してしまうかもしれない。外に行こう。いいぞ。カバンと画用紙、それから筆と絵の具、どれも忘れるなよ。それじゃここで絵を描こう。オイラが優雅なポーズを取るから、それを参考にするといいぞ。おい、なんだよその顔。オイラを疑ってないで、早くオイラのいいところを絵に描けよ。オイラ、その絵を家に飾るつもりなんだぞ。やる気があるのはいいことだ。
君の作品を期待しているよ。それじゃあ頭の方から書いてくれ。お前の中ではオイラは普段どんな感じなんだ。オイラそんな風に映ってたのかよ。まあいいか。とりあえず他の部分も書き終えよう。次は体だな。ほら早くお前の思うオイラを書いてくれ。なんか喜べそうにない作品になりそうだ。ちょっと緊張してきたぞ。どれどれ。うわなんだよこれ。お前もうなんて言ったらいいんだよ。線は滑らかで構図もプロ並みだけど、なんでオイラはそんなにバカっぽく描くんだよ。滑らかプロ並み。それにこの目、目は普通なのに魂がこもってない。旅人、君は昔どこかで美術関連の教育を受けたことがあるのかい。本当か。ただの趣味だろ。専門的な特訓は受けてないはずだぞ。じゃないとオイラはそんな風に書くわけないからな。なるほど。パイモンがこの絵を理想的だと思わないのなら、僕が少し修正してあげよう。旅人、君はどう思う？完成だ。パイモン、これでいいかい？これは完全に書き直されてる。こんなに美しいオイラ、本当にオイラなのか？芸術的加工は美術において重要な構成でもある。この言葉の意味は、君が絵と違うということではなく、君の異なるスタイルの美を表しているということなんだ。絵の土台となる根源は君だ。だからパイモン、安心してこの絵を受け取り、好きな場所に飾るといい。ありがとうアルベド。僕はただ些細な工夫をしたに過ぎない。礼なら旅人に言うといい。確かに書き直したと言っても過言ではないが。見れば見るほど好きになるぜ。やったー。これでオイラもついに自分の肖像画を手に入れたぞ。今度これを持ってみんなに自慢しようっと。いいんだ。今度機会があれば君の絵も描こう。記念に家の中に飾るといい。こんな大勢の人が僕の拠点に客人として来ることは滅多にない。賑やかで少しうるさいくらいだが嫌いじゃない。雪山ではこの賑やかさは本当に希少だからね。夜が明けたな。みんなと合流しようぜ。いや、おはよう。昨日は本当によく眠れた。あんたたちはしっかり休めた？普段通り悪くなかったわ。日中は日差しも明るいから山道も歩きやすくなる。今のうちに麓の拠点に戻ろう。よし行こう。早く着いたらみんなで昼ご飯が食べられるかもな。さっき拠点でまたカラスマークを投げたんだが外れだったぜ。悪い運気を消耗したから今日は無事に山を降りられるってことだね。おう、そういうことだ。今回はきっといけるさ。まずい、雪崩だ。避けろ。旅人、パイモン、大丈夫？怪我はない？
私は腕にかすり傷を負っただけだから平気。平気よ。それよりもあの二人が見当たらないわ。おそらく雪崩に巻き込まれて崖の下まで落ちてしまったようね。落ちた？大丈夫かな。彼らの実力なら命に危険はないはずよ。でももし石や氷雪にぶつかってこんな寒いところで気絶してしまっていたら、一刻も早く助けに向かいましょう。行こう、今すぐ。おう、ベネット、ベネット、無事なの？聞こえてたら返事して、ベネット。あっちから声がするわ。ベネット、お前か？みんな、俺はここだ。大丈夫か？怪我はないか？今確かめてみる。頭がクラクラするけど体は痛くない。怪我はしてないと思う。無事でよかった。本当に心配したよ。めまいがするのなら少し休憩した方がいいわ。平気平気、この程度のことにはいつも遭遇してるから大丈夫だ。ありがとな。そうだ、アルベドは？お前たちと一緒じゃないのか？アルベドはお前と一緒に崖に落ちたはずなんだけど、まだ見つかってないんだ。ベネットが見つかったのならアルベドも近くにいるはず。あたりを探してみましょう。うん。アルベドー！うぅ、返事がない。ここにはいないのかな。ここにもいない。とりあえず一旦みんなと合流しよう。どう？見つかった？彼の姿は見当たらなかったわ。こっちにもいなかったぜ。おかしいな、オイラたちもだ。一体どこに行ったんだ。みんな、あ、アルベド、大丈夫か？問題ない。やっとみんな揃ったわね。みんな、俺思ったんだけど、俺がいたからこんな雪崩が発生したのかもしれない。カラスマークの表裏で運勢を判断するのってやっぱりダメだったみたいだな。道理でみんな俺と一緒に冒険したくないわけだ。みんな本当にごめん。そんなこと言わないで。私も別に運がいい方じゃないわ。これ式のアクシデントを君のせいにするつもりはない。そうだよ。それに雪山はもともととっても危険なところだし、雪山で雪崩に遭うのだっておかしなことじゃないよ。運が悪いのは関係ないって。旅人、どうしたの？どうしたんだ？顔色が悪いぞ。あ、もしかしてお前も頭を打ったのか？みんな災難に見舞われてしまったが、引き続き前に進もう。なんだか雪山が以前よりも危険に感じるわ。気のせいだといいんだけど、今は一刻も早く麓に行き冒険者たちと合流することね。万が一また危険な目に遭ってもみんなと一緒なら対処できるわ。うん、みんな足元と頭上に気をつけながら慎重に前に進もう。ふう、こんなに歩いたし方向も間違ってない。もうすぐ麓にたどり着けるはずだよ。勝利はすぐ目の前だ。やったな。拠点に着いたらあったかいスープを飲んで焼肉を食べるぞ。みんな無事にたどり着けますように。もう事故は勘弁してくれ。おい、どうしたんだ？さっきからぼーっとしてるけど、何かがおかしい？うん、お腹が空いたのか、それとも体が冷えたのか。はん、オイラ
がお前の頭に抱きつけば少しはあったかくなるか。こんなに長く雪山にいるなんてめったにないな。寒いけど本当にいい景色だよね。エウルアもそうだと思わない？エウルア？ほら、ごめんなさい、聞いていなかったわ。何か言ったかしら。昔雪山へエウルアを探しに来た時はいつも決まった場所だったでしょ。でも実際ここは私の想像よりも広くて風景も美しい場所だった。気温がもう少し高くてもう少し安全だったらきっと多くの人がここに遊びに来てたと思うな。そうね、人々はいつも寒さを恐れ危険を回避するけど、表層がただの表面であることを知らない。氷の下に隠されているものは慎重に見極める必要があるの。アルベド、ここが山を降りる道なの？ああ、この辺りは道が複数あるみたいだな。あ、でもさっき頭をぶつけたからかまだフラフラしてて。こっちの道でいいのか？合ってるかどうか正直自信ないが。私もまだ頭がクラクラする。なんだか目が回ってる感じ。もしかしたらお腹が空いたからかも。どちらでも構わない。そっちと比べるとこっちの道は隠れた場所にあるが距離が短い。今日はみんな疲れている。近道をした方がいいだろう。ついてくるといい。待って。みんな、ベネットとアンバーの顔色が悪いから少し休憩してもいいかしら。具合が良くなってから出発しましょう。そう言われれば。え？私？さっき混乱した状況の中頭をぶつけていたわね。気づいてたんだ。でもこんな些細なことでみんなに迷惑をかけて大丈夫かな？大丈夫、体の方が大事だ。うん、ごめんね。ありがとう。みんなありがとな。ふん。めまいがするときは水を飲むと少し楽になるんだ。それと横になるのも効果的だぜ。ありがとうベネット、こういうのに詳しいんだね。日常生活からの贈り物ってやつかな。ベネットもめまいがしていたんでしょ。二人とも強がっていないで休憩しなさい。出発はその後でいいわ。エウルアって冷たく見えるけど友達のことを気にかけるときって誰よりも真剣だよね。エウルアのそんな表情を見ると私。おお、にらまないでよ。旅人、顔色が悪いけど何か考え事？長く戦い続けてきたものの直感ってやつかしら。私もなんだかおかしな感じがするわ。何かが変わったような気がする。でも確信はできないし確証もない。これらの推測を安易に口に出すわけにはいかないわ。君も同じようなことを考えているはず。旅人、私思ったんだけど。君は。はっ！
まだ終わっていない。準備をするんだ。この魔物は非常に複雑な構成をしている。みんな自分の身を守って、攻撃は私に任せて。何だったんだよ、人に変わったり植物に変わったり。みんな怪我はないかい？大丈夫。でも状況を説明してくれる？私何が何だか。この魔物、前に私が遭遇したものよね。ああ、君の考えたように、あれは極めて稀な変異トリックフラワーだ。でもトリックフラワーって人に化けられるのか？普通は不可能だ。しかしここはドラゴンスパイン、状況が少し特殊でね。おそらくこの土地に蓄積された魔竜の血が地脈を通って魔物に伝わり、急速な変異をもたらしたのだろう。そんなことあるのか？この雪山には魔竜ドゥリンの死体が眠っている。もし想像を超えた生命現象がこの大陸のどこかに現れるとしたら、それはおそらくここだろう。ドゥリンは人によって創造された奇跡の生命体、その存在は無数の可能性を証明した。だから僕たちがいるこの雪山も、その本質は生命の神秘の巣窟、広大で恐ろしい温床だよ。どうやらあの雪崩もこの偽物が起こしたものみたいね。ああ、君たちが下山途中で遭遇した数々のトラブルもこれの仕業かもしれない。おそらく僕と関わりのある人を標的にしたのだろう。あ、そんなこともあったね。忘れてたよ。可能性がないとは言い切れない。だけど目的は何？私たちを殺すため？うん、その点について僕に初歩的な推測がある。トリックフラワーは擬態を得意とする生物だ。普段野外で遭遇するトリックフラワーも常に擬態した本体の周辺に現れる。つまりそれらの本能には原型に近づき原型に変わるという意識があるのかもしれない。植物に偽装する場合、その植物に姿を変えることで群れに入り自身の正体を隠す。擬態された植物はそれに気づくこともなく抗うこともできない。しかし人間に偽装する場合は。お前にとって変わってオイラたちに加わろうとしたのか？ああ、雪崩を引き起こしたのは僕たちを片付けるためかもしれない。僕はその可能性を事前に予測し、雪崩を利用して身を隠した。そいつをおびき出すためにね。奴はずっと僕たちを観察していた。僕が消えたのを見計らい、すぐに僕に変わろうとしたのだろう。この時点で偽装は完了し、その後は獲物を狩ることに専念する。うん、確かにトリックフラワーの習性に合ってる。奴がジョエルに近づいて攻撃したのはまさか演習だったの？おそらくそうだろう。もしくは奴は人間に擬態するのが面白いことだと気づき、人になる感覚を体験したかったのかもしれない。幸いなことにすぐに気づけたわ。そういえばアルベド以外でいち早く異変に気づいていたのは旅人よね。旅人、君はどうやって僕と偽物の判断をしたんだい？俺も聞きたいぜ。俺はあれが偽物だって全然わからなかった。見た感じ全く一緒だったぞ。なるほど、やはり人間に擬態するのは非常に難しいようだ。この変異トリックフラワーは原型に限りなく近づいていたが、それでも細部を見逃していた。信じられない、雪山にこんな恐ろしい可能性が潜んでいたなんて。
何はともあれ、勝利したのは俺たちだ。どうやら俺の方法が効いたらしいな。先に悪い運を消耗すれば幸運がやってくる。それはもし山から落ちても怪我がなかったことを指しているのなら、それは僕が裏で君を守ったからだ。え？ああ、俺はそれも一種の幸運だと思ってるぜ。そう思うのも悪くはない。では少し遅れてしまったが、引き続き前に進もう。おう、行こうぜ。よし、帰ってきたぜ。サイリウスさんはいないみたい。多分山の上に行ったんだと思う。ここで待とう。アンバ、具合は良くなったの？うん、私は大丈夫。心配しないで。今回は本当にお前たちのおかげだ。お前たちがいなかったら、俺はまだ檻に閉じ込められていたかもしれない。みんなに感謝の気持ちとして何か送りたいんだが、まだいいものが思いつかなくて。ベネットの体質からして、これまでもいい人にはかなり会ってきたはずだろ。もうみんなからの善意には慣れてるもんかと思ったぜ。そう言うなって。人からもらった恩は何度経験しようとしっかり心の中に刻んでるんだ。みんなが面倒を見てくれるからといって、それを当たり前だと考えちゃいけないからな。その感謝の気持ちを他の人への助けにするのはどうだい？君もきっと助けが必要な人に出会ったことがあるだろう。彼らに手を差し伸べれば善意の伝達にもなる。おう、その通りだな。俺はずっとそれをやってきた。これからも続けていくつもりだぜ。そうだな、サイリウスさんが戻ってきたら俺も手伝うぜ。はあ、なんだか今日はいろいろなことがあったわね。そうだね、落ち着いたら急に疲れてきちゃった。私は少し休むわ。みんなしばらく失礼するわね。私も水を飲んで、あと果物を食べてくる。休憩が終わったら教官も務めないと。こいつらが下山できない呪いもこれで解けたな。なんだか一大事を成し遂げた感じがするぞ。オイラたちも休憩して話でもしようぜ。だったら僕と一緒に来てくれ。感づいていたのかい？では行こう。うえ、また拠点に行くのか？ここで話さないのか？わかったよ、お前たちに付き合うよ。うん、では今から出発だ。いいかい？君たちをまたここに呼び出してすまない。この話は人が少ない場所でしか話せないんだ。さっきの偽物に関する話か？ああ、旅人、君が僕とあの偽物の違いに気づいたことについて僕は正直驚いている。ああ、この印が全ての始まりだったのかもしれない。おお、その一言を聞くと一気に物語を語る雰囲気になるよな。いい感じだ。うん、僕がこれから話す内容は確かに絵本の中の物語と同じかもしれない。このひし形の印について君たちは何だと思う？入れ墨か、それとも紋章？合ってるか？いや、これは僕の人間としての欠陥を意味するんだ。君たちはガラス製品を見たことがあるかい？ガラス関連の人工製造技術の中に吹きガラスと呼ばれる技法がある。吹きガラス技法はテイワットでは流行していない。そのためこの技法によって製造されたガラス製品はどれも高価な値段で売られている。吹きガラス、その名の通り空気を注入する開口部が必要だ。
風船を膨らませる時と同じようにね。それが原因でこういったガラス製品には稀に仕上げ時に残った隙間が存在している。この隙間こそ人工製造の痕跡なんだ。なんだか不思議だな。とても奇妙で美しい工芸品だよ。アリスさんはこう言っていた。こうした手芸による痕跡は人工技法の大切な部分であると同時に、完璧な芸術作品において唯一の欠陥でもある。この印もそれと似たようなものだ。人工生命と自然生命の違いは生命力の流れる方向の違いにある。自然生命の力は内側から外側へ流れる。花は縮こまった状態から咲き、葉は曲がった状態から広がる。だからこそ僕たちが花を見たとき、咲いたという単語を使うんだ。そして人工生命を想像することは、ある意味で外側から内側へ力を投入することなんだ。胚子は最終的に生命力の接続口を獲得する。ガラス製品の仕上げ時に残される点のようにね。錬金剤の雫を落とした瞬間に各方向へ広がり、巧妙にこの菱形を構築したのさ。そうやってできたものだったのか。このような想像によってもたらされた痕跡は、僕の人間としての不完全さの証明でもある。あの偽物は自身が不完全なものになるのを避けるため、わざとこの印を避けたのだろう。君は他のものとは根本的に異なる。君と秘密を共有してもそれほど心配する必要はない。パイモンの言う通り、これは全てがまるで物語のような話だ。他人に告げても設定の凝った小説としか思われないだろう。人間は超越と奇跡を渇望するだけでなく、平凡や普通への追求も我々の想像をはるかに超えているものだ。自らと全く異なる物事は物語の中にのみ存在する方がいい。そう考えることで気持ちも楽になるのだろう。言い換えれば、近頃起きたこれらの不思議な出来事はどれも秀逸な小説の題材となり得る。そういえば僕には普段小説を書いている友人がいる。彼に書かせればこの物語はより凝ったものになるかもしれない。物語を作るならオイラでもできるぞ。そうかい。パイモンにそのような才能があったなんて気づかなかったよ。ふふん、オイラはテイワット一のガイドなんだ。物語を作って話すのなんて朝飯前だぞ。それなら物語作りのコンテストでも開催しようか。素材はここ数日起きた出来事から取るといい。いいぞ。でもオイラたちまだ冒険者協会の手伝いが。創作は急ぐべきことではない。ゆっくりと考えてインスピレーションが湧いた時にまた来るといい。その時は誰の考えた物語が一番面白いか勝負だ。おう。じゃあオイラたちは冒険者協会に戻るぞ。ああ。物語、確かに事前に思いつくべきだった。竜の腹には師匠が作った失敗作があった。それが物語の原点。もし僕たちの立場が逆転し、当時生き残ったのが君だったら、僕は放棄された実験品として、原初の人間計画の失敗者として君に取って代わろうとするだろう。自らの姿を君に変え、君の錬金術を学び、奇跡の生物を創造して注意をそらす。そして隙を見つけ、唯一秘密を見破れる旅人を排除しようとするだろう。
そうすれば僕はこの世に生まれた喜びを取り戻せる。